ハルベリー演じるジョーダンはある過去の誘拐事件によってトラウマを抱える911緊急通報指令室のオペレーター。そんな彼女のもとにアビゲイル・ブレスリン演じるケイシーから通報が入る。なんと彼女は誘拐され、車のトランクの中に閉じ込められていた。そこで問題。トランクの中にあるこの4つのアイテムを使ってケイシーを救い出す方法を考えてください。1、白いペンキ。2、シャベル。3、ライター。そして4、男の死体。さあ、あなたならどうしますか？答えは映画館で。ザ・コール緊急通報指令室。